いやー、皆さんが気になっているガルパのスイッチ版の情報が公開されましたね。まずはストーリーなんですけれども、ストーリーはコラボストーリーを除いたシーズン1までのメインストーリーとバンドストーリー、イベントストーリーがゲーム内のストーリーになってくるようです。なので、まあゲームでのこうオリジナルのストーリーとかそういったものはないようですね。あとはまあストーリーの都合上、モルフォニカとかラスは今回登場しないので、ラスやモニカの楽曲で遊ぶことはできない。ただまあ今後アップデートとかがあって、またストーリーが追加されてきたりとかあれば、まあラスとかモニカの追加もありえるんじゃないかなと思います。気になる操作方法なんですけれども、アプリ版のようにタッチパネルで操作することもできますし、ボタン操作も基本全ボタンが対応していて、フリックとか長押しもそんなに難しくなさそうだったので、割とシンプルなのですんなりと遊べるんじゃないかなと思いますね。でジョイコン操作は、まあ、ちょっとなんかコツがやっぱりあるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、2人で一緒にこうプレイすることもできそうですし、あのジョイコン推奨のスイッチ版のオリジナル譜面もあるので、アプリ版とは違った譜面を楽しめるというのは、まあ、ちょっとかなり楽しみではありますね。あと気になるガチャ要素なんですけれども、一応このゲームガチャ要素もありまして、ただアプリ版と違ってそのスターでガチャを引くのではなくて、まあ、ゲームを進めるともらえるサークルガチャチケットでガチャが引けるようですね。でそのサークルガチャチケットはストーリーを読んだりとかライブとかミッションをクリアするともらえるそうなので、まあ、課金要素とかそういったものはないんじゃないかなと思いますね。で出てくるメンバーがコラボ限定以外のシーズン1で登場したメンバーが入手可能にということで、まあ、今ではまだ限定のねメンバーとか、まあ、ドリフェス限定メンバーとかも入手できるようですね。ただまあシーズン1までとは言ってるんですけれども、一応なんかまあ見る限り富山かすみちゃんのフェス限とかも出てるので、おそらくフェス限においてはまあ25人分全員分出ているのかもしれません。あと楽曲数なんですけれども、楽曲数はまあシーズン1までに出てきた楽曲が全部出てくるのかなと思っていたら、オリジナルがポッピンパーティーが11曲で、他のバンドが7曲とそこまで多くないんですよね。でカバー曲もシーズン1までに登場したカバー曲が出てくるのかなと思ったら、イエスタデイとか割と最近ね、出てきた楽曲とかもあって、あと各バンド7曲ずつと、ここもそこまで多くはないんですよね。もしかすると楽曲数はまあ今後のアップデートで、増えてくるのかもしれないですね。ただ曲数はちょっと少ないんですけれども、スイッチ版のオリジナル楽曲はあって、ポッピンパーティーの君が始まる、この楽曲は非常に楽しみではありますね。はい、というわけで今回はスイッチ版のガルパについていろいろお話ししていきましたけれども、まあ操作方法とかもね、やっぱりアプリ版とは違いますし、まあガチャとかもそうなんですけれども、まあアプリ版とは違う楽しみ方ができそうだなっていうすごい期待はね、高まっております。ただやはり先ほどもちょっと言ったように、楽曲自体がちょっと寂しいので、やはりそこは今後のアップデートで、楽曲追加などは来てほしいかなという感想ではありましたね。こちらのスイッチ版が9月16日、約3ヶ月後に発売ということで、発売日まで非常に待ち遠しいです。次回のサークルはつぐみはしょるタイのフルマラソン、みんな絶対見てね。